おはようございます。今回は、近鉄特急スナックカーで、伊勢神宮に行きたいと思います。スナックカーが引退してしまうので、乗ってきました。近鉄特急スナックカーが、車で、かなりの時間がありますので、それまで近鉄車両を、撮影します。話している間に急行松坂駅が、入線してきたぞ。スナックカーが車で1時間も、早く来たから、近鉄車両撮影がとても、楽しめそうだな。さあ、新型近鉄特急の火の鳥が、入線してきました。この近鉄特急火の鳥は、スナックカーの置き換えました。でも、乗り心地はとても良いそうです。乗ってみたいですね。確かに、まだ乗ってなかったな。乗ってみたい。隣の近鉄特急が発車したぞ。
車します。停車時間が少ないため、一番近い側から乗ります。お下がりください。黄色い線までお下がりください。列車がまもなく到着をいたします。黄色い線までお下がりください。そうです。特急券の指定番号の席にお座りください。電車の番号は後ろの方から1号車、2号車の順です。Bye.